いやすっごい明るいですね。こちら側は、はいはい、とても優しい光の明るさになっていて、ね、はい、しかもキッチンが広いですね、はい、これはしか、あ、ちょっとミリミリランド RV グランモービルさんのトラット699バスコンですね。はい、大きい大きいバスコンです、はい。トヨタのね、コースターが母体の車両になっているそうなんですけども、非常に大きいです。なんと9人乗りの3人就寝という贅沢なね作りですね。で、長いね、やっぱバス。やっぱり長い。ここにもロゴが入ってますし、あと、あ、ここはですね RV グランモービルさんのロゴ、そして上にはトラッド699というロゴが入ってます。いいですね、このシャンパンゴールドみたいな感じ。あ、後ろ、あ、後ろもそうですね、ドアになってますよ。で、ステップもちゃんとありますね。ああ、タンク。そうですね、すね、ここ普通に物を入れられるラゲッジルームになってますね。ああ、なるほどな、うん、で、上がブラインドで仕切られてる。はい、で、こちらに外部電源の取り込み口があります。で、こちらは本当に全面窓ですよ、窓です。ドーンとすごいなぁ。いやぁ、窓充実してますね。景色いいだろうね、これね。はい、広々としているので、で、正面から見るとこういう感じ。いやぁ、バスですね。RV グランモービル、はい、こちら RV グランモービルさんのトラッド699です。乗車定員が9名、就寝定員が3名、全長 6.9m、 幅が 2.0m、 高さが 2.6m です。ベース車両がトヨタコースタービッグバン LX ロングボディ経由で走ります。お値段が1188万円です。みるみるランド、本日は RV グランモービルさんのブースにお邪魔しております。そして店長の佐々木さんです。本日はよろしくお願いします。こちらの、ね、お車ちょっと今から拝見させていただくんですけれども、まずね、すごい大きなバスコンということで、はい、トラッド699という、ね、車両なんですけども、秋田からなんといらっしゃったということで、はい、実装で 何時間ぐらい走ったんですか。そうですね、7時間ぐらいですかね。7時間、7時間8時間ぐらい。すごいですね、はい。で、やっぱりあのハイエースとかは乗ったことあるんですけど、この車両クラスは乗ったことがなかったので、乗ってみてどうですか。やっぱりキャブコンと比べるともう本当にカーブでの安心感が違いますね。あー、はい、本当ですか。非常にハンドル、急ハンドル切ってもすぐロールする感じがしない。あ、はい、嬉しいですね、それ。安全な感じですね。ですよね。長さはどうですか。長いのがやっぱり結構ネックになると思うんですが、うん、走り出しちゃうともう逆にホイールベースが長いんで、うん、安定してます。あ、そうなんですか、それは分からなかったでも7時間ぐらい、やっぱり8時間とかね、はい、走るとお疲れ具合とかはどうですか。結構、私も5回ぐらいしかまだ乗ってないですけど、はい、最初からすごい楽ちんで。楽ちん、乗用車感覚ですよ。乗用車感覚のすごいですね、めちゃくちゃ楽ですね、はい。あ、そうなんですね。じゃあ早速ね、はい、この中を走りたいと思います。どうぞ、はい、じゃあお邪魔します。入ってすぐのところにちゃんとゲーターはこの入れるところがあります。そしてこのね、玄関スペースが広いのも特徴ですね。わー広い、広いし、なんかラグジュアリー。いや、すっごい明るいですね。こちら側は、はい、とても優しい光の明るさになっていて、はい、しかもキッチンが広いですね、はい。これはしか、あ、ちゃんとね、親切にちゃんと90リットルの冷蔵庫を開けてもいいですか。はい、すいません、それいります。はい、90リットルの冷蔵庫が
入ってますね。冷凍スペースもしっかりありますし、広いキッチンですね。これはあのツーバーナーですが、はい、カセットガス使って、はい、こちらに組み込める形になっているので、はい、まあ、どこでもコンビニで買える、買いやすい。そうですね、バーナーだとそうですね、補充が効くってことですね、はいはい、でシンクもしっかりね、広い形になっているので、はい、使いやすいんじゃないかと思います、はい、あそこ押さえてあげて、はい、なるほど。で、なんといってもバスなので全面ガラス張りじゃないですか、はいはい、なので開放感がすごくありますね、はい、そうですね、まあ、あの本当に乗ってきた時にあの後ろが目線であのルームミラーでちゃんと見える、まあ、あの全部上げられるし、はい、少し開ければ全部見えるので、やっぱりその安心感はすごいですね。あ、そうですか、疲れもやっぱりしないのかなっていう感じ。慣れてるところちゃんと見れるって確認できるっていうのは大事なことですよね、はい、そうですよね。駐車場に入れる時もやっぱりすごい楽です。あ、そうなんですか、本当にトンネルが普通だという感じに慣れてる方は、うんうん、結構びっくりするぐらい視界が良くて、あ、すごい感動しました。そうなんですね、あとね、しっかりこの立てる高さがあるので、はい、仮装してなくてもね、バスって立てるっていうのはすごくメリットじゃないかなと思います。座るとさらに開放感が、ね、出てきますし、でここはなんと2人用のテーブルになってるんですかね。そうですね、このテーブルはちょっと今回は小さめのを使っていて、はい、まあ、サイズはあの選べるんですけれども。あ、本当だ、書いてありますね。へ、ね、じゃあここでゆっくりリビングスペースとして、ね、はい、使うようになってるんですね。で、秋田なんですけれども、はい、ここに FF ヒーターがありまして、はい、出口がこちらとあちらと2箇所。あ、2箇所もあるんですね、はい、さらにですね、はい、一応のベッドの横サイドからも、はい、あの覗いてもらうと網がついているんですけど、そこにからもヒーターが出まして。あ、本当だ、ここのね、ここの部分に網がついてますね、はい、外気のガラスなので、うんうん、冷気をそこでシャットアウトする。すごい、ここから出てくるんですね、素晴らしいですね。そう、ちょっと心配だったんですよ、あのやっぱり断熱がガラスだとできないじゃないですか、はい、そこでちょっとどうなのかなっていうのをお伺いしたかったんですけども、はい、なんかこの木枠もわざとあのアンテナよりもちょっと10センチくらい高くして、はい、あ、はい、でまずこのヒーターであのすっぽりあのこたつみたいな感じで中はポカポカの仕様にしています。あ、なんかポカポカになるって聞いてすごく安心しました。嬉しいですね。で、ちっちゃいライトもね、こうやってちゃんと定期的にあるので、はい、明るいですし、ここのライトなんかすごい素敵ですね。はい、それもあの無段階の調光ができる。調光できるんですね。あ、そうなんですか、はい、そしてね、100ワットのコンセントとあと USB が、電源として取れるようにセッティングされてますね。あ、こっち側にも、はい、ちゃんとありますね、はい、で、こちら側にはね、ちゃんとこういった物入れもついています。で、こちらね、ベッドサイズが 195×68 ということでね、しっかり日本人がゆっくり寝れるようなサイズ感になってるんじゃないかなって思いますね。ベッドマットはあのコイルスプリング付きです、うんうん、すごい、はい、え、寝かせていただいても大丈夫ですか。すいません、ちょっとわがまま言って。こういう足元がね、綺麗にライティングされてるのもすごいいいですね。寝心地良さそうですね。すごい、超寝心地いいですよ。はいはい、こんな感じ。あ、もう眠れちゃう。今日ね、結構ずっと歩いてるのですごい嬉しいです。すごいゆったりできる、もうすぐ入眠できますね、これは。いや、で、ここは上げ下げができるんですか。これ今5分仕様で2人仕様になってるんですが、はいはい、この下にサブマットが入っておりまして。わ、本当だ。これがここの蓋になって、はい、3人乗りキングサイズ、ほぼキングサイズ、ね、サイズですね。じゃあここの間にちゃんとマットが敷いて、はい、3人でも寝れるんですね。
今拝見した感じだとここが、下また物入れられるようになっているんですか。そうですね、結構な収納ですよね、はい、こちら側もですか。こっちはあの下から長いものとか入れる場合の、ね、ここは負担になってますね。負担になっているんですね、はい、はい、ありがとうございます。じゃあちょっと前の方も一応、はい、拝見してよろしいでしょうか。ここにちっちゃな収納がありますね。ここね、はい、ね、でこちらはそうです、ね、はい、そこにテレビの台で、ね、ケーブルは後ろまで持っててるんですが、はいはいはい、あとあのチューナーと家庭用のテレビ、はい、こちらいいですね、まあ、キッチンの嬉しいねえ、はい、あ素敵。ちょっと押してもらえれば自動で入ります。おお本当だ。でここしっかり締めてあげると、はい、わー、まあ電子レンジの入れるところですね。あ、すいません、こちらですね。こちらに電子レンジ入れられるようになっているそうです。っていうことは電子レンジあっても外から見えずにすごく、はい、そうですね、空間を、はい、あのいい状態で、はい、保ってくれますね、はい、はい、でこちら側が、はいはい、なんと救命乗りだそうです。で今回に実装してきた時にここに座って運転されたそうなんですけど、とても快適で乗用車みたいだったって佐々木店長おっしゃってたので。でここがですね、仕切りがあってしっかりね、あのプライベート空間をここから作ることができるようになってます。いやこれは9人、これどういうコンセプトなんですか。9人乗れるのと後ろは3人ということなんですけど、あ、はい、まあ、あのちょっとよく逆に欲張りっていう感じもあるんですが、はい、一応あのコンセプト的にはご夫婦2人乗りの旅仕様でゆっくり寝られるシステムなんですが、まあ、ただ今ゴルフで4人で1台で行けたり、花見にも2家族で行けたり、あとはこの震災の時いっぱい人を乗せられるし、物資も後ろにいっぱい積めるしっていう、ちょっといろいろ欲張ってしまったんですけど、すごいですね、はい、だから活躍のする用途がすごく、はい、キャンプだけじゃなくていろいろ使いたいなっていうところですね、うんうん、対応してるってことですね、はい、わかりました。今までのお客さんでなんか、はい、こういう感想あったよとかっていうのはございますか。まあ、やっぱりあのトイレだとかあのマルチルームはどこっていうところで、そういうオプションに対してはこちらのサードシートを取ってこちらに設定予定です。はいはいはい、なるほど、はい、エアコンは後ろ の, あのちょっとビスあるんですけど、はい、あそこにルームエアコンを収納してと、はい、いう設定になります、うんうん、あ、はい、じゃあオプションでそういうマルチルームだったりエアコンが欲しい方はそれもつけることができるってことですね、そうですね、はい、いやでもこれだけ広いからそういうふうにちょっとした融通も聞くようなことができるってことですね、はい、どうもありがとうございました。